この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。本日も解説でお付き合いいただきますのはスポーツ報知の長谷昭典記者です。長谷さん、今日もどうぞよろしくお願いします。さあ、長谷さん、上海スポーツ報知杯も本日3日目を迎えました。はい、7日間のロングランシリーズということで、予選も今日含めてあと2日残っております。まあ、2日残ってますね。残ってます。でも、そろそろね、はい、やっぱ得点率計算もね、はい、まあ、勝負がけじゃないけど、はい、ね、うん、頑張らないといけない人もいるし、はい、上の方はね、上の方でね、うん、この上ね、いいところをキープしたいというね、思惑もあってね、なかなかさ、3日目どうなることやと。はい。でございますが、まあ、初日2日目と1号艇が強いですね。強いですね。久しぶりにインハウス、まあ、温水パイプが外れて、ね、もしかしたらね、はい、パワーアップしてる部分っていうのもあるかもしれないし、まあ、はい、水面がね、うん、風が弱いっていうこともあるので、まあ、水面がいいときはね、はい、大村はインが本当に強いんでね、はい、3日目も予報では風はそこまで強いですね、はい、風が弱ければやはり、うん、やっぱインが強い流れっていうのが3日目も続くのかなという気はしますね。さあ、そして配当の方もなんですが、24レース昨日までで消化して、はい、満州券3連単満州券は1本だけ。それも昨日のね、最終12レースね、うん、1号艇森塚一馬選手が逃げての、はい、逃げ満州ですからね、はい、いや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 、ちょっと今日もどうなるのか、僕とあなたの方がね、まあ、どうかオッズ見ながらこう来ないかなと思ったけど、来ないような結果が続いておりますね。さてさて、今日3日目はどうなることかというところでございますけれども、はい、長谷さんには今日も2レースですね、ピックアップしていただきまして、予想していただいております。さあ、まずは注目レーサーのコーナーです。こちらのフリップからご覧いただきましょう。さあ、長谷さん、今日の注目レーサーは小坂直也選手です。注目ポイントは47号機は2連対立以上の動き。はい、ということで第9レースをピックアップしていただいているんですが、小坂選手まだ白星がないですけどね、ないけど動きはね、はい、いいと思います。このね、うん、大体皆さんモーターというのはね、はい、やっぱり2連対立をまず見て、まあ、参考にしてね、はい、うん、まあ、判断されるとは思うんですけど、中にはね、はい、60% とかいうのはもちろんね、はい、あって、それもピカピカなんですけどね、うん、このね、小坂選手のは47号機、はい、まあ、2連対立 18%、 そうなんですよね。ただこれはもうね、はい、A 級選手があまり乗ってない、はい、うん、でも B 級選手が乗ってても成績はね、はい、悪くても動きがいいという傾向なんですね。で、まあ、今節からシンプラに変わったんですけど、はい、まだ調整の余地はあるとはいえね、うん、はい、行き足伸びといったところはね、はい、小坂選手はまだね、20丸はつきませんねとは言ってますけど、はい、見た感じの雰囲気はいいんですね。伸びられることはないというか、むしろ伸びて、ちょっと少し伸びに行くのかなというぐらいの気配はあると思います。はい、でなおかつ、小坂選手のね、はい、陰線というのがね、はい、最近半年間でいうと、まあ、一般戦限定でいうと、一着率は、はい、77%、 高いで現在まあ8連勝してると、うん、はい、でね、大村も調べてみたんですよ、はいはいはい、彼ね、デビューが2004年5月なんですけど、はい、2006年のにね、1回ね、4着に敗れてるけど、はい、実はそれ以降っていうのは全部2連単に絡んでるんですね。今大村では25連続2連単中、はい、そのうち1着が23回、かなりほぼ1着が通ってる、はい、で船足も上々だと、うん、ということで、まあ、本命ですね。なるほど。で、ここはね、うん、侵入ですけどね、はい、中岡選手がどうするのかなっていうのがね、ポイントなのかなと思います。はい、でも、中岡選手っていうのがね、5校艇で登場した時も、半数以上が内に動いてるっていうことなんですね。はいはい、まあ、最近半年間では、ね、5号艇が22回あって、はい、まあ、5コースすんなりだったのが10回なんです、うんうんうん、まあ、インまで取ることはあまりないけど、はい、まあ、2コース、3コース、4コースっていうのね、動いてることが多いんでね、はい、で中岡選手ね、仕上がりがもう一つなんですね、うん、なるほど、ですんでアウトから行くよりも、はい、内に入ってちょっと粘るようなレースをした方が、はい、うん、上位着順取れるのかなと思ったのでね、はいはい、ちょっと思い切ってね、うん、2コースまで動かしてみたけど、はい、ちょっとまあうちの方に動くんじゃないかなと思った進入ですね、うん、はい、なるほど、まあセンター勢次第というか、まあ流動的な、まあ、浦田選手、吉田選手、はい、宮城選手いますけどね、はい、まあ、彼ら次第ですけど、うん、ちょっとね動いてくるんじゃないかなと、はい、いうことで、まあ動いてくると見て丸対抗しましたね、はい、なるほど。でモーターで動きいいのは吉原選手ですね、はいはい、うん、ただ昨日はね、まあ、2位だレースが
ね、スタートが早くてね、はいはい、まあ、そのあたりがちょっと今日どう影響するのかな、スタートがね、生きればいいけど、はい、ちょっと控えるようだとね、やはり、まあ、頭というよりも2、3着争いになるかなと。はい、で、まあ、浦田、三宅、酒井選手ね、そんなには差はないんですけど、はい、昨日浦田選手が整備をしてね、はい、少し良くなってたと言ってたので、はい、それで浦田選手をバッテンを回しましたけど、はい、もう本戦はね、小坂選手から中岡選手、で、モーターの吉田選手、153、はい、135、はい、そして15から2を絡めるっていう、ちょっと3点でね、はい、出してみたいと思いました。長谷さんにしては、まあ、こう言っちゃ失礼ですけど、珍しく少ないでしょ3点のフォーカス。大体こういうとこっていうのはね、本当はね、印のある3人が6点出すんですけど、はい、3点しか出してない、はい、ここはちょっと厚みここですよということでね、はい、まあ、よくご覧の方はね、また長谷ってやつはこう格好つけて絞った時は、はい、この出してない目が来るんだろう、いや、でもここは3点でいかせていただきましょう。そうですね、ぜひ皆様もこの3点のフォーカス第9レースでございます。小坂直也選手にも注目してお楽しみいただければと思います。さあ、長谷さん、次のコーナー行きましょうか。はい、困った時の長谷太郎に、まあ、昨日はちょっとですね、いや、昨日は大本線で終わってしまいましたね、はい、先ほどちょっとピックアップレーサーとかね、注目レーサー出したね、はい、小坂選手のね、レースを出したんですけど、はい、あのレースは内側がスタートゼロでバシーンっていっちゃったんで、はい、もう仕方がなかったですね、はい、ですんで、まあ、今節まだね、先ほど高さん言ったように、はい、満州が1本しか出てないけど、その反動というのは、はい、どこかで出てくれるんじゃないかなとちょっとひそかに期待してるんですけどね、はい、ということで本日も穴の匂いがするレースをピックアップしていただきました。続いてのフリップをご覧いただきましょう。さあ、今日は第8レースでございます。今日はですね、はい、実を言うと、はい、なんか今日も後半レースで1号艇に強い選手をね、そうですね、出てらっしゃるので、はい、まあ、1号艇からガンガン売れるという番組になるでしょうね、はい、本当にね、改めて見てもあ、新入工程の5レースぐらいからね、はい、まあ、5レース田中辰彦1号艇いますよ、あ、6は麻生がいたりとかね、はい、もう7も福島からもうこの秋山選手含めてもうずらずらずらっともう1号艇勝負ですよというところですけど、はい、この8レース、はい、秋山選手が1号艇、はい、まあ、彼も陰線は得意な選手、まあ、ここまでまあ未勝利なんですけどね、はい、ただ船足っていうのはもう中堅あるなしのレベルだと思います、はい、ね、初日前傾初日は伸びで下がってた、うん、昨日は少し良くなった、もう普通になったという点も、はい、やはりね、道中競ってるとやっぱいい人と比べると分が悪いなという印象があります、はい、まあ、インから先に回ってしまえば問題ないと思いますけどね、はい、ただここはまあ一応陰線で、はい、ライバルは柴田浩二選手ね、選手やはりこの選手見るともう秋山選手柴田選手、ね、マッチレースじゃないのかなという気がします、はい、ですね、うん、1回目でもね、まあ、両者の折り返しから、はい、加藤江頭、はい、でモーターのいい川崎、はい、でちょっと2コースで粘るかもしれない富永選手を加えた本命フォーカスのをまず出してみましたね、はい、1、3、3、1の折り返しから計6点のフォーカスでございますね、はい、ただ狙い目は5号艇モーターで川崎選手を狙ってみましょう、はい、というのが多分この、ね、展望番組見てる方はご存知でも僕の大好きな33号艇です、はい、これね、うん、いいモーターでね、はい、川崎選手もちょっとね握り込みとか乗り心地には不満はあるっていう伸びはいいと、はい、ただちょっと微調整をして乗り心地を求めていこう、うん、これね、はい、温水パイプがコンセプトが外れた影響もあって、はい、調整は必要だと思います。ここはねポイントは江頭がね4コース、はい、初日はね1、2着といって昨日6-6でしょ。そうなんですよ。ここは江頭角から江がダッシュスタートを決めて、はい、攻めていってくれれば展開拾うのは川崎選手、はい、伸びるんでね、バックでいいとこでグニョキン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 と伸びていただければ川崎選手、はい、うん、あのね、川崎選手っていうのはね、はい、あんまりその外からまあ一着が少ない選手なんですけどね、はい、まあ多分こんなこと言ってまた長谷バカなこと言ってるなって思うかもしれないけど、はい、今年1月2日の若松でね、はいはい、川崎選手が5コースまくり雑誌を決めて10万周があったんですよ。あら、その再現が
まあ10万周まではいかないけどもうねモーターのいい選手で江頭が攻めていくかもしれない、うん、もしかしたら柴田選手が攻めていくかもしれない、はい、誰かが攻めていってごちゃごちゃってなったとこにうまくスポーンと入ってくれたらこのね、はい、33号機のパワーを発揮してくれないかなと午後の頭、はい、もういかにも嘘っぽいような言い方ですけどねいやこういうちょっとねこともあるので、はいうん、いやあのね33号機の5号スこれちょっと気になっているところなんでね、はい、ここで長谷田の海、はい、もう僕はここで当たってくれればもう残りもう7日レースも全然元気いっぱい行かせていただきますよもうね本当社会のスポーツ杯スポーツ放置愛ですからもうさらにこう勢いもつくといやいやもうちょっと見つけちゃったんですよこれ関西選手が10万周出してたレースをね、はい、なるほどでちょっとここ、はい、マイツバかもしれませんけどちょっとね、はいまあ、秋山選手が本命ですけど、うん、このモーターで川崎選手ちょっと気になるんでね、はい、注目してくださいはいさあということで今日の困った時の長谷田の海は第8レースをピックアップしていただきまして本戦の開名は1331の折り返しからなんですが狙い目では5号艇川崎選手センター勢次第ではというところでそうまずこの江頭選手が、ね、スタートを決めて握っていってくれたら展開がねはいそうだから江頭選手が行かなかったら始まらないんでねはい、まあ、江頭選手柴田選手どちらが行っていただくということではい期待しておきましょうか、はい、さあということでぜひ皆様のこのフォーカスですねご参考に第8レースお楽しみいただければと思いますさあ7日間シリーズで行われておりますスポーツウォッチ本日3日目でございますさあ予選も3日目ということで早い選手は本当今日が早い勝負がけとなりますからねはいぜひ皆様にも得点率争いにも注目して最終レースまでお楽しみいただければと思いますということで本日の展望番組もお付き合いいただきましたのはスポーツウォッチの長谷明憲記者でした本日もどうもありがとうございました。